こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2022年の2月10日をまた5時間ほど過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は135円と、ちょっと微妙、ちょっと下がってきてるんですね。はい、こちらチャートですけども、15分足だと140円をね、ちょっと突き抜けてまたガーンとして、このうちすごいんですけど、またちょっと盛り上げて、だけど元の値段には届かずまた落ちてきたということですね。じゃあ4時間足いきますが、4時間足だとまあね、反転して一服というぐらいですね。はい、ここの高値を早く更新してほしいなというところですね。はい、月足ではね、かろうじて、この赤線、すなわち陽線ですね。はい、まあここね、もういっぺんにポーンと上がってほしいんですけどね。はい、ではツイッターの方を見ていきたいと思います。はい、今日はその前にこれですね、私のところに来たメールなんですけど、カタリストの結果が出たんですね。はい。Delighted to announce the official results of Project Found 7と、結果が出ましたよ、と。で、Congratulations ということで、取った方はね、おめでとうございます、ということです。はい。で、こうですね、選ばれなかった方、残念ですけど、まあ、次にあるみたいなこと言ってると思うんですね。はい、あ、ここか。ファンド8があって、で、ダブルって書いてあるので、そのファンドのね、金額が倍増するということです。で、これがもうすぐ始まるということですので、まあ、通らなかった方も、通った方も、そして、提案者として参加しなかった方もね、例えば、まあ、僕がこうやって喋ってるのも、もう、枝のためにやってんだから、1日1000円くれよって、毎日やってるから365日で、36万5000円くれよみたいなのを、と、申請としてはありだと思うんですよね。だから、まあ、それくらいやったら、いろんな方がね、情報発信してるので、まあ、それを、まあ、もう一声して、なんか、やると、まあ、みんなから違和感ない感じになると思うんですけど、なので、誰でもね、ちょっと体のためにというか、あとは体のを使って、なんかやるための、活動だっていう言い方とか、なんでもいいと思うので、提案あげてみればね、いいなと思います。はい。で、結果の方なんですけど、はい、まず結果のね、なんだ、総括みたいな話なんですけど、269の提案と、あとコミュニティチャレンジといって、もうちょっと、なんだろう、でかい枠っていうんですかね、なんかそういうのがあったということで、そちらが、ここで290、289か、これが205、289ですよね。今回の、ファンド7の、ファンディッドだから、当選っていうんですかね。それが大体この289案件。で、これが提案ですね。で、これはファンド7、ファンド6、ファンド5。よいしょ。これでいいかな。ファンド4、ファンド3、ファンド2ということで、規模がね、これは件数のグラフですけど、提案と、ファンド成立、提案とファンド成立。で、提案がガーッと増えてきて、ファンド7までで、900何十件。で、ファンド成立が289件、あ、200じゃ200、ごめんなさいね、291件かな、足すと。はい。ということで、こんなに盛り上がってきてますよと。で、こちらが、投票数ですね。25万7707トータルボートということで、5万、新しく5万のウォレットが、登録したということですね。はい。ちょっとここファンド7で、ここなんか下がってるかな、なんだろうな。ノート、ウォレット、キャン、キャスト、マルチフルボーツと。あ、ここにね、ウォレット、キャン、キャスト、マルチフルボーツとということで、一つのウォレットで何箇所も投票できましてね。だからそれでまあちょっとわかんないとこもあるよっていうふうに押してると思うんですけど、はい、まあちょっとここうまく説明できなくてすいません。はい。で、先ほどのリンクですね。そちらから、そのリンクは貼っときますのでね、ぜひ、概要欄から見てほしいんですけど、ファンド7、こういうふうに結果がね、ずらーっと出ています。で、ユニークウォレット数ですか。で、ボート、イエス、ボート、ノート、賛成票、反対票、で、差し引きの数ですね。ボーティングリザルトということで、はい。こちらが、エイダの数ですよね。で、ずっと下に行って、コミュニティハブ。
はい、こちらですね、下の方に行くと、スケールアップ体の底を見てハブというところがありまして、何度も、ね、この一番上に、エグゼビットラージェストブロックチェーンエキスポ JP というのがありまして、ここにね、めでたく、2億1108万9963票いただきまして、反対票が、365万6788票あって、で差し引きで、2億743万3175票をいただきました。はい、本当にありがとうございます。なのでこれで、申請した金額を、まあ、少しずつポロポロいただけるんですけど、最終的には、申請の、800万円ぐらいをね申請しているので、そうすると、前回800万円というのは前回と同じぐらいの規模、まあ、前回のかかったお金をね、そのままスライドしてて、まあそのスライドした同じ金額だけど規模はね、まあ、経験則とかね、経験値とか、まあ、皆さんの支援というか皆さんに認知してたくさんいただいているのがあるので、まあ、同じ金額で盛り上げだけは増やしていこうという考えですけどね。はい、ということで、これからまあちょっと大変になりますけど、頑張っていきますので、ぜひね、東京で、エキスポに来ていただきたいなと思います。はい、ブロックチェーンエキスポというのはね、こういうのを、今回、東京でね、前回マークワリメッセでやったんですけど、今回も東京でね、やりたいということで、これをやるために申請しております。はい、ということでね、私のツイートしておきましたんで、5月11から13、ビッグサイトでお会いしましょうということで、ちょっと写真がね、うまく貼れなかったんですけど、ファンド、ウィナーだかな、とかって書いてあって、ここに案件が出てます。はい、次、雰囲気トレーダー C 君、換金が楽になるガチホやけどということで、何がと言いますと、これですね、これも嬉しいお知らせということになります。しぽさん、ビットポイント取り、板取引が開始されましたということで、これ画面なんですね。はい、結構見やすい画面ですよね。これ全体見えてないんですけど、こちらがこうなってて、ビットフライヤーより見やすいですよね。あまりたくさんも私使ってないんですけど、こちらはやりやすいなと思いますよ。はい、AO さんもやっときた板取引できるって最高だわさということで、ビットポイントからのお知らせはちょっと前出てましたね。はい、ダウンさんは万歳と。で、マーヤン兵長さんは、次に来た日本上場からの板取引、あとはADAの上昇を待つばかり、そうですね、引き続き年内1000円を期待と。はい、組長ちゃんは ADA の板取引開始ですね。ということで、ビットポイントのお知らせを拾ってますね。はい、本日よりビットポイントプロにて ADA の取り扱いを開始しましたのでお知らせしますと。はい、ADA ラボさんは差し値入れましたということでね、買い注文あるかな。はい、まあまあ抜いた圧でサクッと取引できそうですということでね、はい、だいぶ取引がね、活発にされていそうだということです。海外機器さん、超重要。以前から導入について進められてきた暗号資産交換業者に4月1日から適用されるトラベルルールのパブリックコメントが開始です。この話は NFT、DeFi、DAO、メタバースなど Web3 界隈で利用されている暗号資産に関わるかなり重要な話です。よく読んで意見を送りましょうと。ビリアルさん、交換所からの出金規制トラベルルールの改正案出ましたと。出金先の名称及び住所を申告することが必須になります。逆に言うと、住所を公開していない海外取引所などへの出金はできなくなりますし、国内での許可のない取引所の出金はバンされるかもしれませんということで、まだ改正案ということなんでね、はい、まあこれ決まったわけじゃないです。ちょっと見ましたけど、やっぱりこういう KYC があるないっていうのを一時確認してね、受け取りなさい、送りなさいっていうような感じでしたね。はい、なのでまあやり方はあると思いますけど、ちょっとまあこういうのもまだ決まってないのでね、あと蓋してもいけないですけど、気づいた時に準備しとかないと、いざという時に困るというのもまた一方でありまして、なかなかね、もういろいろ動いてる方っています。いろいろ動いてるっていうか、もう堅実にね、少しずつ地盤固めということで、
海外に行ったり、法人作ったり、ポートフォリオを見直したりといろんなことをすると思うので、なのであの資産をね、あの増やす、守る、いろいろあると思うんですけど、少しずつなんかあのなんだろうな、環境を整えるっていうのは大事かなと、ちょっとね、思わされました。はい、ではね、値に戻りまして 134.25 円ですね。14,012.9×134.25 で元本が10万円ですので、計算しますと、178,1232円のプラスということになりまして、1,781.2% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。カタリスト投票いただきました方ありがとうございました。では失礼いたします。